二枚一組のサピセラミックプレート。スモールアームスプロテクティブインサートは、米軍が使用するセラミックトラウマプレート。これは、ボディアーマーであるインターセプターボディアーマーで最初に使用された。現在、市販のプレートキャリアに加えて、ヨーテブや MTV でも使用されている。ソフトアーマー自体は 99mm パラベラム弾までの弾丸を防げるように、 設計されているが、高所速のライフル弾を防ぐためには、サーピプレートと併用する必要がある。MTV の構成物とエサピ及び SB プレート。2005年5月、アメリカ軍はそれまで配備されていた、サーピプレートから、エンハンスドスモールアームスプロテクティブインサートへの置き換えを開始した。エサピは、スチール、または、タングステンダンシンを使用した。 30から06スプリングフィールド M2AP 弾を防ぐことが可能でないレベル4規格に準拠した防護機能を持つ。ただし、1枚あたり約600ドルでサピプレートよりも50%のコスト増となっている。エサピプレートはセラダイン、ベイシステムズ、およびアーマーワークスエンタープライゼスによって生産されている。2008年に 米陸軍によって提案されたエサピプレートでは対応できない、さらに高所速の弾丸に対する防護機能を持った次世代プレートの要求。X スレッドスモールアームスプロテクティブ、インサートプレートはスカラー、またはフレキシブルシステムが許可され、1ポンド未満の重量増でより高い防護機能を要求される。結果、X セッピーは 重量とプレートの厚さを犠牲にしてわずかに優れた防護力を実現した。X セッピーは X スレッドへの対応を意図して設計された。これは M9937.62 なトープ弾であると別のソースから推測できる。2011年5月に FBI が X スレッド対策としてこのプレートを利用した記録がある。現在、米陸軍において 前線で使用するプレートにエサピ、SB の他にエクスセッピーも含まれており、司令官の判断で選択される。インターセプターボディアーマーのサピプレートは、単価砲素、または単ケイ素、セラミックで作られており、現行のエサピプレートも同様の材質である。プレートは、内の評価ではなく、軍用の特定の手順に従ってテストされている。軍事試験では、 プレートへ3発発射指名中した際の生存率が求められる。標準サピの場合、最大口径 7.6251mm NATO M80 ボールを使用し、エサピの場合は30から06スプリングフィールド M に AP 弾を用いる。この性能は、イバのソフトアーマーと併用した場合のみ保証される。プレートには、 ケブラーよりも最大40%高い強度を持つスペクトラ製の外装を用いており、プレート、または弾丸の破片を内部に閉じ込めて着用者を傷つけないよう設計されている。ボディアーマーには前後のプレートおよび小型のサイドプレートが付属している。前後のプレートには5つのサイズがあり、寸法と重量は以下の通り、前面及び背面のサピプレート、 エサピプレートは同じサイズだが重量がわずかに増加している。サイドサピ胴体サイドプレートおよびその代替品であるエンハンスドサイドバリスティックインサーツの重量と寸法は同一。SB プレートは司令官が許可したバイサイズエクストラスモールのエサピプレートを代わりに用いる。弾丸を防ぐメカニズムはセラミックプレートの局所的な粉砕で弾丸の 運動エネルギーを吸収及び散逸させ、弾丸の速度を鈍化させることにある。スペクトラのプレート外装は、衝撃のエネルギーをより広い範囲に拡散し、破片を受け止め、着用者に致命的な損傷を与える、可能性を低下させる。同じ原理が、一部の軍用機の走行コックピットに使用される、セラミックタイル、よび現代の装甲兵員輸送車に使用される。 破砕防止ライナーにも用いられている。ボディーアーマーを着用することで被弾しても無傷でいられるというのは誤った認識である。被弾した際の衝撃によるドン的外傷は、たとえプレートとソフトアーマーを併用していても内臓に致命的な損傷を引き起こす可能性がある。ありがとうございます。